さて、噂をしたら余ってるっちゃん来たよ。初手馬やめて。そうですね、僕もね、相変わらず元気にやってますわ。よかったっすわ、お互い。元気にやってますよと。さあ。ちょ、これ切りやすいかな。残念ながら。で、次は、ジリアン置くか、ロンレイ置くかなんだが、さすがにこの卓はジリアンかな。もしこれトネリムだったらトネリム先に置くんすけど、ちょっとジリアンとさすがにロンレイの性能差だと、うわぁ、ロック打ってくんな。これはさすがに来訪かなだよね。そういたしましたら、さすがに辺に置きたいんで、2枚返しと。初手あるかね。まあ、初手馬から自手あるかの方がちょっとだるいかな。さあ、オーラ引いていく。うわー、S5 だね。これ、バハシだね。ああ、なるほど。まあ、毒が、食らわないからか。なるほど。その判断は、偉いね。馬ってなんですか？馬は、エアレイのことっすね。執念エアレイ。サトシさん、こんばんは。さあ、アンチヒールいんのかな？ S5 でアンチヒール。まあ、枠はあるか。全然。さあ、栄養ドリンク飲んでいく。これどこ打つ？いやー、しかしそこの結構あれだね。ルラ、だるいね。これむっじいなー。まあこっちでいっか。これ打って相手の方が D の5を打ってくるんですが、来訪コンボ使って、捕食してどうなるか。さあ、ここで余ってるブッパしていくんだが、いてぇ、余ってるコンボこれ結構食らうけどやばいか。アマコンやばい？アマコン2回か。まあ、でもアマコン使えばこっちもコンボ使えるからね。だから、アンチヒールか。A の2アンチヒールとか、きついよと。まあ、スーと、ペトラとかかな。さあ、武の頂点。目指したいんですけど。まあ、こうかな。ちょっと微妙な手だけどね。そこでコンボ使ってくるか。ここは痛いね。相当食らうよと。いってぇ。いやー、まあ、これはもう、どうしよっかな。いや、ルラ動線まで通っちゃうか。いやー、でも、コンボ使って捕食かな。雰囲気ね。これ行きたいかな。ちょっと左下 X 打つか迷ったね。ホック1万4000捕食。ただのチンピラじゃねえな。まあ3倍だからね、捕食。使うときはコンボ使った方がでかいよと。OK、HP 戻しまして。こちらのコンボが消え去ったんだが。こんな感じかな。ちょっとわからん、正直。アルさんこんばんは、いつも。あ、ます。さあ、ちょっといろいろコンボスキルあるんで怖いんですが、HP ね、2万あるんで。さあ、1回罠駒。これは取りましょうか。取るとでもダブコンか。まあ、ダブコン大丈夫っしょ、別に。さすがに大丈夫でしょう。言うてね。OK。さあ、駒投げ余ってるというか、環境トップの余ってるを、ここまでね、さあ、つけますよと。ダーリン、私を頼ってね。できれば遠慮して。よし、行きましょう。さあ、HP 全開で、しばきます。ドキッ！さあ、アナン来たよと。さあ、アンチヒールどんぐらいいる？これ。ゆかげいさんが回りつまわります。さあ、後手番引いてって若干事故っているのは引きはいいね。初手は、
え、ライフォート君捨ててってジリアン置いて、最速ジリアン決めてく。さあ、アナンさんは、アナンハルマル、フェルグ、あ、なるほど。サマーパンドラ使ってる。サマーパンね。じゃあ、あとフェルグと、ハルマルかな。まあ、それかカジミール。暗黒は捨ててる可能性ありますね。マデッキ使いは暗黒ってどう処理するのかな。捨ててんのか、それとも一応勝ちを目指してるのか、どっちなんだろう。ああ、X か。ちょっとだるいね。罠駒置いてこられましてと。OK、これ貫通できるの。嬉しいと。まあ、大体マラッカっしょ。コンボが自分のキャラ1枚付き。だから1800か。さあ、タイミングバッチリ。乱体強いね。で、マラッカはね、コンボが、毒なんでそんなに怖くないよと。1200か。自分の駒じゃないから、相手の駒か。1200っしょ？ちょっと痛いんですが、次アンチヒール来ると結構めんどいけどね。一回捕食するもあるけどな。まあ、でも局面ちょっと怪しいか。さすがにね。いや、次なんかアン引きそうだな。べっちょり捕食するか？むずいね。捕食。いやー、置くか、ジリアン。ちょっと、はるまる来そう、F のさんに。結構引き強そうなんでね。どうかな。あー、なるほど。OK、S ゴマはまだ、はるまるじゃなければ、マシよと。さあ、ここは、回復したいんだが、どこに置くか。こっちかな。さあ、がっちり捕食していく。リーニーコンボ結構だりいけどね。さあ、これでどうするか。 OK、 ミニエラナイス。いや、ここはミニエラ打つか。本当はね、コンボと一緒に使っていきたいんですけど、ちょっともったいぶると、例の人来ちゃうんで、ここはもう遠慮なくいきますわ。さあ、1枚返して7700。ちょっとアタッカー欲しいね、1枚ね。暗費回避用で。さあ、あともうこっちは捕食していけば大体安心よと。OK。倒すべき敵は見えてる。ここはね、当然暗費警戒で、ロンレイ取っておくよと。呪いね、痛いんですけど、ここで欲張っておくと暗費がきついんで。うん。これはどうかな？ちょっと投了した説あるね。盤面も結構詰んでるんで。OK、がっちり捕食していく。OK、 いや、強いね。さすがに。ジリアやっぱ 1.4 倍強いわ。破格だわ。さあ、フェルグ置いてきてと。さあ、油断なきよう。いきましょう。さあ、若干デバフ入ってますが、どうかな ?1.728 倍の 1.7 倍の 2.4 倍と。あ、いけますね。サスコーラン。さあ、まばたき禁止。よいしょ。 OK。 おっと、さあ、オイフェ先生は竜タイプだと、ちょ、極炎がやばいと。いや、雰囲気、これ極炎いるな。竜タイプか。この HP は竜タイプ臭いね。 OK、 初手から乱体と最速ジリアンは打てるんだが、お、初手ベルグか。あ、ウーシーさんね、メンバーシップ、29ヶ月、長らくね、もう2年とあと、一月で、2年半、いきますね。本当にね、長い間、ウーシーさん、いつも応援します。さあ、これ当然、ノンダイメント。やっといて。まあ、最速でいいかな。29は相当っすね。それはもう相当よ。もう、古参も古参っすね。
衝撃は今日は使い当てないですね。ああ、あれか、混合か、これ混合オイフェ。え、神オイフェってできたっけ。あ、できないよね。だから混合オイフェか。さて、これちょっと面倒い人来たか。早速面倒い人来たね。ちょっと一回これミネラーがっつりか。ちょっと早めのミネラー打ってって、とりあえずね、あの相手の方5件いないことが判明したんで、のんびり行きましょう。で、怖いのはアンチヒールよと。あ、衝撃ね。いや、早い、駒投げが。さあ、チャージ溜まってんの？まあ、溜まってるよね。ちょっと、早すぎ。なんでそんなことしてくんの？さあ、早速ちょっと駒投げされてるよ。オイフェルラヒマリ。S4 だよね、さすがにね。次どうかな。まあ暗記はしょうがねえか。オイフェに仕打ちすると洗練されるのめんどくさい。まあでもしゃあないっすね、あの手駒じゃ。できるだけね、早くジリアン置くよと。さあ永続の魔竜のリッチかな、これは。さあこっちもね、ちょっと S駒連打してって、べっちょり捕食しよっかな。べっちょりね。さあお互いにね、S駒使ってって。さあ次はロンレイかな。でここで2400食らうっしょ。2400プラス置き駒と。まあ暗比はいなさそうかな、雰囲気ね。さあ武の頂点目指していきましょう。これはダブコンになりそうかな、形的に。まあ、大体ダブコンになるね、これね。おっと、そのグノーは。うわ、完璧すぎ。天才か、そのグノー。そのグノーめんどくさすぎるな。ちょっと待ってよ。枚数返しいかないよね、さすがにね。1.728 倍の 1.2 倍の 2.4 倍。あー、ちょっと惜しいんだ。へえ。ちょい惜しなんだ。あともう少しでこれ足りてますね。まあ次の4枚返しでいけるかな。結構ね、10日コーラン強いですよ、意外と。倍率も 2.4 だからね。あ、次行かないのか。これ飛ばないらしいっすわ。いや、基地が L ケース。これ打ってく。さあエルケス残るとコンボスキル当然使えますし、あ、でもロンレイ取られると、まあバフるから いけるか。でテレーゼ来ましたが、さすがに飛ばせますよね。うん、これはね、あのオリハの方が強いんで、オリハ打ちましょう。 1.728 の2倍と。 OK、 いきますね。さあグノーはね、完璧でしたが、なんとかね、バフの力で、すっ飛ばしと。 OK。 さあじゃあやっていきますか。相手方は、アレスとなっております。さあマタンアレスですね。これは貫通を結構大事にしていきたいんだが、ただ貫通キャラクターはね、残念ながら、2枚しかいないよと。ロスカさんこんばんは。チョコチャンネルさんは暗黒の B 駒いまだに迷ってるけど、クリスマスリュークエイ。あ、そうですね、僕ねそこ持ってないんで、別のキャラにしてるんですけど、強いですよね、クリスマスリュークエイ。3ターン限定だけど、まあ、1.2 倍勝ちこりと上げてくれるんで、なかなか B 駒としては破格っすわ。お、単発でね、サマーリアン、シノさんね獲得ナイス。何？ジリアンが来ただと？じゃあ、これ置いちゃおっかな。どっち置こっかな、これね。こっちでいいんじゃない？ちょっと、あれだもんね。罠駒は取っておきましょう。ただ、ちょっと、このランドシャークさんが暴れてるんで。さ、S 罠かな？今のは。なんか若干アタック振ってたね。
まあ、逆にでも S1 だったら、どうなんでしょうか。まあ、固定系が多そうなんでね。まあ、リンヤか、あれだよね。なんだっけ、マニアか。うん。だいたいそこなんで。さあ、リーヤがペロンしてしまった。さあ、S1、S1 来るとだるいんだが、どうでしょうか。さあ、考えて S1、なんか若干アタック振られてるの気になるんだけど。なるほどね。まあ、これはどうかな。まあ、これも、マニアかエンマだよね。でラヌガは毒はカットできるんですけど、普通にうるさいんで。あー、ガルム、その固定か。へえ。まあ、マニアの介護官ではあるけど、まあ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 。でも、ここでアレス、ダリーナ。おっと、欲張っていく。なるほど。コンボスキル2倍強いからね。さあ、これなんですけんども、左下 X めんどいな。まあ、こっちか。これね、C の後に行っちゃうと、相手の左下 X めんどくさいんで、一旦これやってって、捕食よと。で、アレス右下来んのかな、どうなんだろう。うん。OK、これ貫通しましょうか。ただもう一回ね、アレスあるんで。まあ、無理やり取りましょうか、これね。さあ、無理やり取ってって。ただ、リーヤ動線開くからな。さあ、これ貫通。次は大捕食しよっかな。ちょっと盤面がね、怪しいね。さあ、ええわな。お、いいね。まあ、ラヌが来た時に貫通するか、もう一回はね。ここ大捕食しましょう。さあ、ああ、なるほど。リリーシャか。まあまあまあ。悪くないね。回復される分にはっていう。あとは盤面をちょっと積まれないように、そこだけ注意よと。さああとは、アタッカーを引くだけ。さあ相手の方はラヌが入ってるんでしょうか。まあ、大体入ってるよね。さあ罠駒いっぱいよと。やばいキャラクターはリーヤと、ガルムとカミ。さあ、フィニッシャーもいるんすかね。フィニッシャー入っているんですか。お、入ってましたね。さあ、当然、耐え切っていく。お、いいね。さあ、ジリアンの、コンボスキルあるんですけど、これ飛ばせんのかな。 1.2 倍の 1. いくつだっけ、ジリアンは。久しぶりなんでね、ちょっと忘れるっていうね。飛ばねえか。まあ、一回ガラン、ガランじゃないわ。これで様子見るか。まあ、次でいけるんじゃない？うん。で、ダブコンよと。さあ、トキカツさんですが、さすがにね、ジリアン置けてると相当、バフ高いよと。さあ、まあ、全開でしょう。よけ。さて、なるほど、レオニスか。レオニスは意外と毒出ないからね。お、さあ、これは最速ジリアンいける。なかなかいいんじゃない。で、アタッカーのコーランか。どうしようかな。あー、まあ、アタッカーコーラン使っちゃうか。さあ、瞬き禁止からやっていく。アーサーさんこんばんは。カジキチャンネルさんもこんばんは。あ、最近暗黒増えてきて嬉しいですか。それはどういう意味。暗黒、カジキさんが暗黒ファンで、仲間が増えて嬉しいのか、それとも暗黒を狩る、紙デッキを使ってるからカモが増えて嬉しいのか、そこだよね。さあ、これなんですけんども、まあ、もうジリアン置いちゃうか、これ。結局、混獲はね、されちゃうんで、どう打っても。まあ、風車打とうが、仕打ちしようがないしようがこれなんで。さあ、ウィブとか来なければいいけどな。ルラとかね。あ、仲間が増えて嬉しいと。
僕はね、結構ね、暗黒とかね、まあ、流敵系全般好きなんで、なるほど。まあ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 、これは、まだマシな方でしょう。ただ、ダメージ出さないと、前半はね、特殊の方が強いんで、そこだけ注意よと。で、まあ、X 君のかな、これは。さあ、レオニス、リアンツィール、残り、2枚と。3枚あるかな ?S5、レオニスとかあんのかな。まあ、レオニスとルラと、リアンツィールと、もう1枚でしょ?ペトラかな?でもちょっと HP 低いから、意外と、おっと?まあ、大体マイティでしょう。ただ呪いダメージがね、痛いね。ちょっと激凛竜凛欲しいね。さあ、おい、ランドシャックか。乱射入ってる。これ、魔獣確定ですね、とりあえず。てか、あれか、リアンの時点で魔獣確定か。んつか、レオニスって魔獣だっけ?あ、魔獣だったわ。レオニス魔獣でしたわ。なるほど、そっちか。でも、ライフバー別にそんなにまだ強くなくない?で、このランドシャークさんのコンボスキルもそこまでなんで、アンチヒールなんか変に置くっていうことか?あ、カジキさんあれか、アルトが苦手と。まあ、暗黒使いはアルト結構、苦手というか、まあ、しゃあないよね。さあ、ということで、これなんですけんども、今んところアルトは変置きは、まあ、できるっちゃできるか。D の位置だね。ただ、その場合は、このオリハさん打ってってどうなるか。お、空打ち。これはもう相手盤面積んでますが、大丈夫?さあ、ライフォートから、がっつりと捕食したいね。ちょっとね、HP やばいんで。呪いがね、ちょっと毎ターン1000ぐらい食らってるから痛いよと。さあ、しかしね、ジリアン置けてるんで相当、回復はしていきますが、さあ、これなんですが、アンチヒールは変置きはできないね。まあ、どこ置かれても無理やり取れるか?いや、意外と取れねえな。B の4があるな。いや、B の4取れるか ?A の、あれでね。A の5で一応取れるけど、なかなかリスクあったね。OK。じゃ、ここはもうミニエラさんでがっつりと捕食しちゃおっかな。呪いダメいてートネルムいた時代懐かしいよね。大体ね、トネルム、ジリアン、ロンレイいれば、まあ、何かしら引けるからね。ジリアンとトネルム禁止だからな。まあ、強すぎるけどね。神タンもバフ多いから、しばかれてほしいんだよな、正直。なんで神タンだけ許されてるのかよくわかんないんだけど。さあ、それ強すぎ、取りましょう。まあ、ダブコンではあるんですけど、片方毒かつライフバなんで、まあ、そんなにね、C の1打っても B の1のダブコンきつくないよと。つか、ワンチャン飛ばせんじゃね?オリハで。1.2 の、1.6 の、2倍と。まあ、飛ばないか。オッケーオッケー。じゃあ、普通にこれでいきましょう。あ、でもガラン4枚出しちゃったか。そっちだったらいけてたか?そっちの動線見えてませんでしたわ。あー、ガランの方だったらいってたかも。右上 X ね。うん。オッケー。じゃあ、これはもう枚数返しでしばきましょう。さあ、ダブルアタッカー編成よと。今回ね、オリハと、透過コーラン入ってます。微妙に飛ばない。やばい、これアエーシェマ来たらやばいよ。ちょっと飛ばないんかい。いけると思ったけどね。さあ、ロック打ってきますが全然 OK と。これダブコンなんだけど、ジリアンダブコン来たわ。ういっ。さあ、またしてもね、HP 全開で勝利と。これ相当捕食するよ。やばすぎー。3万5000。やっぱ暗黒なんだよな。